在日トルコ人は日本に一定期間在住するトルコ国籍の人である。日本に帰化や亡命した人及びその子孫のことをトルコ系日本人という。20世紀初頭にタタール人のグループがロシアの火山から日本まで移住したことが始まりとされている。近年はトルコ人やトルコ国籍を持つクルド人が増加しており、亡命タタール人とその子孫と合わせて、 在日トルコ人社会を形成する。1990年代後半以降、来日するトルコ人は増加し始め、大都市部では、ケバブスタンドが誕生し、各地でトルコ人を見かけるようになった。トルコ人は日本へは、ビザなしで90日間まで滞在できるために、短期滞在の人も多い。ドンデルマオール、トルコ人20世紀初頭。 ロシア革命を契機におよそ600人のタタール人がロシアの火山から日本に移住したタタール人はトルコ国籍を与えられトルコに移住したり日本にそのまま残った人もいる1938年に東京海峡学院が在日タタール人によって設立されると日本のタタール人はその後のトルコ人コミュニティの礎へともなっている埼玉県わらび市には トルコ国籍のクルド人難民、約2000人が集中している。日本政府による難民認定を申請しているものの、認められるケースはほとんどなく、ニュージーランドやカナダなどで難民認定を受け、再移住する人も少なくない。ありがとうございます。